中島めぐみの進化論。世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 I love you、 中島めぐみです。今日は10月1日、まめぐの暦的にはということで、今日はまずこの曲から、中島めぐみファーストアルバム I love you よりジェリーフィッシュの告白。人は皆飛んでみたいのに、重力に騙されてるんだ。誰も本当は飛べるんだよ。君が部屋の隅っこしまい忘れた、あの一輪車して、皆さん、中島めぐみです。ネイハオ。今週は香港から中国広州へ。昨日香港でめぐみ中島プレミアムライブ in 香港、そして10月2日、10月3日、中国広州のイベント第4回 ACG アニメ漫画ゲーム展2010広州へミニライブ出演してきます。いやはやライブがたくさんで楽しいです。頑張っております。皆さんぜひ応援してくださいね。ということで早速いきましょうか。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りするラジオプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタートです。中島めぐみの進化論。サロンドマメグファーストクラス特別席ご用意いたしました。ということで今日は空の上という設定なのかどうかは定かではありませんが、はい、今日も元気に頑張ってまいりたいと思います。今日のテーマ、本日のテーマはですね、皆さんにクエスチョンいたしました。マメグってどんな部屋に住んでそうっていう質問があったかと思うんですけど、いや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 、素早いレスポンスに感動いたしました。皆さんたくさんのメールありがとうございます。今日はね、模様替え、お部屋についてのメールをね、読んでまいりたいと思います。皆さんの予想とね、私の実際の部屋がどうなのかっていう答え合わせなんかもね、してまいりたいと思います。はい、ということで5名、ハンドルネームペニンシュラさんからです。まめぐさん、こんにちは。こんにちは。きっとこんな部屋、まず絨毯なイメージ、白かベージュ、カーテンは淡い黄色とか、綺麗に整頓された本棚、テレビではなくレコードプレイヤーが真ん中にあるような、テーブルの白の花瓶には可憐な花が生けてあって、そしておそらく WWE のお気に入りのレスラーの特大ポスターが貼ってあるはずとのことでございます。なんか見透かされてる感じがいたしますがまず絨毯ではないんですけども、ラグがうちにありまして、直径2メートルぐらいかなの丸い感じのラグがね、うちの部屋のど真ん中に置いてありまして、カーテンは淡い黄色、なんか惜しい、なんか同じような感じなんですけど、ベージュっぽいリネンのギンガムチェックのカーテンです。ちょっとね、
薄手なんで今これをね冬用に変えようかなと思っている最中でございます。綺麗に整頓された本棚、ここはねちょっとスルーしていこうかな。理由は聞かないでっていうことで、あとレコードプレイヤーがど真ん中にあるのは正解でございます。テレビはねちょっと奥の方に置いてあるんですけども、レコードプレイヤーはまず自分の居場所、普段必ずいる場所ってあるじゃないですか。私はあのだいたいベッドの縁とかに座ってるんですけど、そこから一番よく聞こえる位置にレコードプレイヤーを置いてますね。で、可憐な花、うん、ある時もある、ある時もあるしない時もある。ごめん、何に謝ったのか分かんないけどはい、なんかあのお気に入りの花とかが見つかった時は花瓶でね、あの綺麗にアレンジメントはできないけどこういけてあったりします。で、あのねお気に入りのレスラーの特大ポスターはね実家に貼ってあります。あのねあれはもう大事すぎてね、外して持っていくなんてもう言語道断なんですよ。もう8年ぐらいになりますか、初めて貼ってから。もちろんストーンコールド様のポスターが実家に貼ってあります。うちはねシンデレラのカレンダーが飾ってあります。嘘じゃないよ、嘘じゃない中年中年っていうね、もうスタッフさんまで笑うっていうのはどういうことなんでしょうねっていうね。はい、そんな感じでございます。いや、おおむね当たりでした、ちょっとびっくり。はい、ということで次もいきますか。ハンドルネームあきさんからです。まめくさん、チャオチャオチャオ浸透しとる。はい、すっかり涼しくなりましたね。こんな時こそ模様替えというわけで、僕がイメージした豆グルームはオレンジ色を基調とした明るく元気なお部屋です。なので小物などオレンジのものにしてみてはいかがですか。君鋭いね、アキさん。私最近オレンジが気になっておるのだよ。でもなかなかね、私の探し方が悪いのか、オレンジのもろもろがなかなか見つからなくて、最近買ったのがあの体を洗うスポンジ、これお部屋っていうよりあのお風呂に置いてあるものなんですけども、体を洗うスポンジで、なんだろう、ネットってあるじゃないですか。ネットの手のひらサイズじゃなくて、手のひらサイズが2個つながった大きさのものがあるんですよ。で、なんちゅうの、こう紐で引っ張って背中のもこう楽々洗えるぜみたいなのがあるんだけど、それをめっちゃオレンジのにしました。なんか元気出るかなと思って。なんかオレンジのものって言ったらうちにあるのは何だろうと今考えてみたらそれしかないかもしれませんが、でも結構気になっているのでちょっと考えてます。何だろう、ベッドカバーとかちょっと深みのあるオレンジとかだと秋口にぴったりだと思いませんかって言ってる先からさ、何だろう、私の人生相談のコーナーじゃないんだけどさ、ベッドカバーとかってどこで買ってます皆さん。いや、昨日も実はね探してきたところなんですよ。なかなかこうドーンと種類のあるところってないなって思ってるのは多分私だけなんでしょうね。ちょっと探し方が悪いんだと思うんですけど、いやね難しいね、通信販売とかかな。でもなんか実物をさこうさ触るっていうか、まあ目で見て買いたいからさちょっと迷っておるのですよ。はい、なんかいい情報があったら教えてください。はい、そして次、ハンドルネームワンベンセン男爵さんからです。まめぐこんばんは。こんばんは。私が思っているのはベッドが雑誌とかに囲まれていたりして、その中にへそくりとか入ってそうなイメージです。あと色はスカイブルーが合うと思います。へそくらんちゅうねん、そもそも一人暮らしだもん。だってへそくりなんてね、こうしたってさあ、へそくりって見つけるの自分だよ何何何、どこからへそくりが来たのかな。何何、私なんかこんな話したことあったのかな。へそくりないよね。ちょっと気になる男爵さん、何何何情報。へそくらないですはい、へそくらないんですけど、ベッドが雑誌とかに囲まれていたりしてっていうのは結構当たっているんですね。やっぱり寝る前って本を読まないと私寝られなくてですね、本だったり漫画だったり雑誌だったりいろいろなんですけど、あのねそれをまとめるためのカゴっていうのを買いました。なんか
ウッディな感じでおしゃれなんか深みのかかったね茶色で、こうなんだろう、ちょっとピクニック行ってきますみたいなバスケット買ったの。そしたら雑誌入んないの。だからね、無理やりちょっと立てて入れてみたりしてます。はい、とにかく私へそくらないですっていうのと、そのカゴの話でした。なんか恥ずかしくなってきちゃった。私いろいろなんか活かせてない感じだよね。ねえ、そんな感じしない？探すのもさ、なんかちょっとあまり上手じゃないみたいで、なかなか模様替え進まないんですけど、あ、ベージュのベッドマットみたいなのは最近買いました。なので最近ベージュにハマってるらしいです。このままベージュ方面に突っ走るのか、それとも赤の方面に行くのか、それともオレンジか、スカイブルーか、へそくりか。模様替えのお話でした。皆さんそういうイメージなんですね。結構当たってるかも。私のこう自分の自分に対するイメージと、みんなの私に対するイメージはほぼ合っているという感じですかね。ということで、まあお部屋がねどんな風になったかっていうのは後々、まあもしおね、お部屋の模様替えが成功したらですけど、なんか伝えたいと思ってますので、皆さんぜひ私のお部屋に期待しててください。本日はこの辺で。銀ガムチェックとタータンチェック、どっちが好き？中島めぐみの進化論。進化論では皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしてます。普通とはもちろん、中島めぐみへの質問、伝えたいこと、それからね私が聞きたいのは最近あった嬉しいこと。なんかこう当たり前の話のようにも感じますけども、やっぱり日々はね小さな幸せでね積み重なっているのですよっていうことを最近実感したので、皆さんの最近嬉しかったこと、どんなことでも構いません。聞かせてください。よろしくお願いします。アドレスは、mamegu@stardustmusic.co.jp、mamegu@stardustmusic.co.jp です。ハンドルネームにご住所も添えてお送りください。メールが採用された方には、mamegu の書、進呈させていただきます。ちなみに最近私の嬉しかったことは、ジューレンジャーの DVD が発売されたことです。ジューレンジャーが好きな人のメールも待ってます。ということで、今週の中島めぐみの進化論この辺で、また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。さようなら。おやすみなさーい。